ではそのまあトレーニングをされている方がそういったこうマシンの哲学とか、このマシンはいいマシンだっていうところを判断するための何かコツとかってあったりするんですか？はい、まあ、やはりその人が自分のトレーニングで、まあ、行き詰まりを感じているとき、はい、まあ、最初からマニアの人はいませんので、はいはい、どうして自分の背中がうまく意識できないんだろう。例えばラットマシンにしても、なんでこう僧帽筋で引いちゃうんだろう、あるいは肩だけで腕だけで引いちゃうんだろうっていう部分があると思いますね。でそんな時に、まあ、例えば円弧状に動いてくる、まあ、いろんなマシン、ピボットのように取っ手が動くマシン、あるいはハンマーのように、いわゆるテコの原理で最終部分でグンと乗ってくるマシンで、いろんなものにパッと出会うんですね。ですからある意味ではやはり広めのジムでマシンがたくさん置いてある、そういうジムにやっぱりたくさん通って触ってみたい、そして自分に合うマシンっていうのを見つけていく楽しみでもあると思いますね。なるほどですね。まあ、なのでこう普段やってるこうトレーニングを突き詰めていく、こう伸ばしていくっていうのもまあ大事ではあるんですけども、うん、その中でやっぱり課題になる部分が必ず出てくるので、そういう時にやっぱりいろんなマシンを使ってみて、この動きはどうなんだとか、そうですね、じゃあこのマシンだったらどうなんだとか、そういうことをいろいろ試していくと、まあ、おのずとあこのマシンはいいマシンだなとか、あこのマシンこういう意図があってこういう軌道にしてあったんだなとか、グリップの角度はあこのためにこうなってたんだっていうような、まあ、発見が、ね、まあ、自然と出てくるので、そういう経験を繰り返していくと、やっぱりこう見ただけで、あこのマシン良さそうだなっていうのが、やっぱり感覚的に分かるようになってくるわけですね。あとはもうやはり、どんなものでもウェイトを上げて、そして自分のものに持ってくる、まあ、いわゆる変換ですよね。まあ、滑車であり、そしてロープ、まあ、昔で言うとチェーンがケーブルになり、そしてケプラーベルトになり、まあ、いろんな変遷はありますけども、変遷して自分に持ってこないといけない、いわゆる動力の変換があるんですけども、まあ、そこの部分でどういう工夫がなされているかですね。まあ、やはり明らかに抵抗があるようなものは、まあ、摩擦と喧嘩しているようなものはもう論外だと思います。ですからそこにサビがあったり、まあ、オイルまみれになっているというのもやはり何か問題がある。まあ、昔ウィーラーが言ってましたね、コンティニュアステンションという刺激があります。まあ、やはり持続的に自分に負荷がかかる、フリーウェイトにはない抵抗感がいつもかかっている、まあ、それはやはりケーブル系ベルト系の、まあ、すごくいいところだと思いますよね。でけれどもそれはもう嫌だっていう人もいるわけです。先ほどのケーブル系はやはりストレッチ感を感じやすいですよね、はい、けれどもハンマーとかレバレッジ系のものは、まあ、収縮こそ命です。いわゆる収縮を重んじる筋肉というのは収縮のためにあるわけで、弛緩のためにあるわけではないんですね。ですからそこに一番重きを置いてしっかり収縮させるんだっていうものを、やっぱり歌ってるマシンっていうものも変化をつけて面白いと思いますね。でそこでその両方を1960年代最初でしたか、まあ、ノーチラスのアーサー・ジョーンズが、そこをチェーン系でもやはりいろんな場所に抜けないものを作りたいということで、カムというものを、まあ、可変抵抗を取り入れたんですね。まあ、それもやはり素晴らしい哲学なんだと思います。滑車で、まあ、方向を変えればいいっていうその発想をカムとして可変抵抗をしてるんですか、まあ、やはり、まあ、それぞれのそのカムの形もあるんですけども、まあ、だからいろんな、まあ、いわゆるこう刺激を持続的なのか抵抗感なのかっていうものをそのマシンで刺激の変化としてやるとバリエーションができますよね。まあ、本当にノーチラスというとね、もう本当に今でも名器ですよね。そうですね、名器として伝わってますし、やっぱりこうノーチラスのマシン見たことある方たくさんいらっしゃると思うんですよ。やっぱりどれも本当に他のマシンにはない独特のこう負荷のかかり方、軌道、そういうものがあるので、やっぱりそういう、 こう作り手の哲学がこもったマシンというのはやはりフリーウェイトにはない欠点を補ういいマシンになってくるということですね。でもけれども
やはりいいものだからこそもう爆発的に売れたんですね、はい、そして売れたんですけども時にまあやはり人は迷うんです。マシン製作者もやはりおそらくなぜ彼が会社を売ったのか分かりませんけれども、ある時やはりチェーンをやめたんですね。多分採算に合わないんでしょう。チェーンで動力変換をするという、まあ、それがケーブルになりゴムになり、そして会社自体がまあ売りに出されて多くのマシンの形に似ていってしまったんですね。まあやはりこう人は迷い変わるものだなというふうな典型だと思います。なるほど。でも彼のまあ遺伝子というか DNA はマシンのやっぱりいろんなところに残ってますので、このちょっとした角度、なぜ万歳してエクステンションさせるのだ、なぜ万歳してカールをさせるんだ、普通は下から、まあ、下からのマシンもカールさせるマシンもありますけども、まあ、そういうところの哲学というのは残ってますので面白いなと思います。そうですよね。特にこうマシンにこだわりのある方なんかはそれこそ昔のチェーンの頃のマシンをもう探して買ってくる、そういう方もいらっしゃるぐらいなので、分かる人にはそういうちょっとした違いもやっぱり分かってくるということですね。そして彼の場合はノーチラスの場合はやっぱりオリジナルのマシンっていうのは事前披露ができるマシンをいくつか作ったんですね、まあ、その一つはやはりいわゆるこう単関節で刺激をしておいて複合関節でいわゆるフライトプレス、いわゆるラテラルレイズとオーバーヘッドプレス、なるほど、単関節で事前疲労させて、そして神経筋活動を高めておいて、より強い負荷を他の関節を使って与えるという、その非常に筋生理学的にもどうしてこんな知識があの時代にあったんだ、失礼な言い方ですけども、それを一つのマシンでやらせようという、歩く暇に神経が散らばってしまうじゃないか、だったら同じ歩かなくてその座ったままでやらせるっていうのは素晴らしいと思いますね。僕はもうその哲学を聞いた時に、そして触った時に、日本に入ってきて青山のノーチラスクラブに触りに行きましたけれども、もうなるほど、うん、歩いてる間に気が散るんだ、隣のマシンに行く間に刺激が薄れてしまうんだといういわゆる事前疲労スーパーセットっていう概念っていうのは学習マシンだなというふうに思いました。なるほどですね。やっぱりそういういいマシンっていうのはやっぱり時を超えてやっぱり現代にねやっぱり受け継がれてますので、やっぱりそういうマシンをこう使ってみる、こう普段フリーウェイトばかりトレーニングされている方でもそういうマシンを使ってみて、そういうマシンにこう集中して鍛えてみるというのも、一つ筋肉をね効率よく大きくしていく、こう停滞を打破してバランスのいい体を作っていくというのに、役立つかもしれませんので、ぜひぜひね参考にしてみてください。では逆にこういうマシーンはなるべく使わない方がいい、そういうこうものってあったりしますか？まず座った瞬間、あるいはやり始めようとした瞬間にぐらつき、やはりきしみ、そういうものがもし置いてあるようだったら、それはもうやっぱりドンとタッチだと思うんですね。あともう一つはやはりこう筋肉ではなく関節部に痛みを感じさせるようなマシン、マシンっていうのはあくまでそのパートを集中的に鍛えたいマシンですから、やはり関節が痛いっていうような感じるようなマシンっていうのはその人にとって合わないしダメなマシンだと思います。なるほどですね、はい、特にその関節に痛みを感じるというところにおいては、こう人それぞれ骨格が違いますので、こうある人にはバッチリ合うマシンでもまたある人にとっては全然合わないということもあったりするので、そういう意味ではこうたくさんの人がいいと言ってるからといって自分にも必ずしも合うわけではないというのはしっかり頭に置いておいた方がいいですよね。マシンの中の名機でハンマーストレングスのレクエクステンション、あといわゆるシーティートレックプレスっていうのは、まあ、後年生まれたのがあります。ハンマーっていうのは、まあ、レバレッジ、テコの原理でアイソラテラル、しかももともとは怪我をしたスポーツ選手がフリーウェイトの感覚で片方ずつ元気な方の足、手をあるいは背中、胸を鍛えたいということから開発されていたんですけども、そのマシンは何をしてもとにかく振り回してもガタつきません。そして
いわゆるストレッチポジションではなくて収縮にゴンときます。けれども欠点があって、まあ、シーティードレッグプレスなんですけども、アイソラテラルですから当然のように普通のマシンのようにエイってエクステンションすると別々に動いてしまいます。あとレッグプレスをしようとすると押せなくてブランと骨盤が動いてしまいます。そういう時はやっぱりもうその人にとってもう合わないんですね。ですからそういう時は両方でしない。アイソラテラルマシンですから基本的には片方ずつやっぱり割り切ってやるっていう注意は必要です。ですから名器も使い方を誤ると愚痴になってしまう。なるほどですね。なので、まあ、マシンによってはその人のこう身体的な特徴に合わせた使い方のアジャストも必要になってくるということですね。ありがとうございます。ここまでね、本当にトレーニングマニアにとってはもう本当に勉強になる、聞いてて楽しい、お話でね、本当にありがたい限りでございます。特にそのね、ハンマーストレングスのこう生まれた目的なんかを私全然知らなかったので、あ、そういう経緯でこういうマシンが生まれたんだっていうのをやっぱりこう教えていただくと、あ、だからこういう軌道なんだなとか、あ、だからこういう特徴を持ったマシンが多いんだなとか、やっぱりそういうことが分かるともっとこう、あ、やっぱりこのマシン使ってみたいなっていうふうに思いますし、でそういうのを知っておくとトレーニングもより一層楽しめると思いますし、無駄な怪我とかね、遠回りも防げるようになると思いますので、マシンも自分にとってどういうマシン、どういう使い方が向いているのか、そういうところも考えながら、そしてそのマシンが作られた意図、経緯、そういうものに思いを馳せながらトレーニングをしていただければと思います。あとはちょっとスミスのマシンだけ最後ですね。はい、まあ、スミスマシン本当にこう普及しましたね。そしてマルチプレスという名前があるだけに、全てのプレス、ベンチプレス、そしてショルダープレス、そして、まあ、もちろんですけどローイングさえもできる、そしてベントドーム、あるいはスクワット、あるいは地面に寝ていわゆるデッグプレスもできる、もう素晴らしいマシンなんですけども、開発の基本はですね、筒、まあ、いわゆる心棒をスライドする、そこから始まったんですね。危険なのはこのマシンだけは触ってほしくないスミスマシンってやっぱ出会います。それは筒がうまくスライドしないため、抵抗感がありすぎるため、あるいはそこに無理が、設計上の無理があるためにやはりマシンが傾くんですね。マシンごと、特にウエイトをたくさんつけていくとマシンごと傾いてスライドしてしまうスミスマシンがたまに出会います。まあ、もちろん軽い、まあ、ちょっとしたエントリーぐらいな感じのでやるプライベートなものだとはいいんですけども、逆にプライベートだからこそ人がいない場所でマシンごと傾いて家を壊すっていう可能性もあります。ですからぜひその辺のところはスミスマシンを選ぶときやってみて、わざと軌道を外してみてください。まあ、いわゆるこう片手でスライドしてみる、あるいは片方にウェイトを置いて片方はなしにしてスライドさせる、そこでマシン自体が動かなかったり傾くようなきしむようなスミスマシンというのは BB だと思います。いいスミスマシンは片手でもあるいは真ん中を持ってなくてもスッとプレスができます。スミスマシンの基本設計はそこから始まったんですね。なるほどですね、はい、特に今家庭用のマシンがたくさん普及しているの で中にはそういう安定性の低いマシンもたくさん出てきているかもしれない。そうですね。ということで、やっぱりスミスマシンを選ぶ際は面倒でも一旦じっきり触れてみて、しっかりバランスが取れるかスムーズに動くかっていうところをチェックしておかないといけないということですね。ちなみにスミスマシンも垂直のスミスとスーパースミスとありますけども、まあ、どちらがいいとかっていうのはあるんですか？はい、もう両方あっていいと思いますね。僕は自分の理想はインクライン、まあ、いわゆる角度がついたスミスマシン、そして角度のついてないスミスマシン、そしてもう一つはどうしても今の流行りはカウンターウェイト、はい、いわゆるスミスマシンの初期の重さを消す、はい、まあ女性なんかにはいいと思うんですね。けれどもいわゆるカウンターウェイトのついてないマシン、はい、そういう3種類を試してみると大変僕はユニークなトレーニングの違いができると思うんですね。なるほどですね、はい、まあ、ですから例えば非常にこう肘が痛い時の三頭筋のトレーニングなんかの時はインクライン、まあ、角度がついたものをうまく使っていわゆるこう肘を痛めないスライドのことができますし、はいはい、
でかといってやはりダイレクトにズシンと来たい時っていうのは角度がついてないストレートにドンと効く、まあ、ものがカウント、しかもカウンターウェイトがないものだと非常にこうズンと全くフリーウェイトでやるようなプレス系の運動ができる、まあ、その辺のところもやはり炭沢シーンはここでバリエーションができてきたっていうのはすごくいいことで、なるほどですね、はい、そうなると逆にこう可動域のボトムの部分でこう関節に引っかかりがあるとか違和感があるような時はカウンターウェイトがついている炭沢マシンなんかを使ってあげるとやりやすくなる、そうですね、逆にそこに痛みなくて済むと思います。なので、まあ、スミスマシン一つ取ってもやっぱり1時間はかかるとかかるんですね。なるほどですねちょっとねそこまで、教えていただきたいところではありますけども、そろそろお時間が来てしまいましたので、スミスマシンについてはまたの機会を教えていただくとしまして、今回の動画はここまでさせていただきたいと思います。はい、今回はですね、ヒゲ先生こと浅見先生にリアルスタイル本社までお越しいただきまして、トレーニングマシンについてお話しいただきました。参考になった方はね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも浅見先生に解説をしていただきたいことがございましたら、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。